あんだけ嬉しかった株とかも嫌なってきて、痛恨。ヤシの木がもう香りに出たどうでしょう。さあ、ちょっと前回の続きなんですが、はい、離島からやらせていただきます。このヤシの木、はい、とにかく今木は全部抜きましたが、ヤシに集中さすべく今木を整備してます。はい、植え込みとか岩とかにも全部出ますからね。基本的には花とかも取った方がいいということですけども、手持ちがなくなってし株とか、まあ、一応ちょっと、いやまあ株だけどな、一応やっとくか。珍しい株じゃない。ああ、まあ多分普通株だけ一回やっとくか。いや、これどうすんの。だいぶ遠くは回り込まなあかんのかな。いや、でもその理論で言っても無理やな。ここでアウトですよ。ここでソロリのここ横から行くか。もう横っていうのは真横、こうその辺、うん、今はそこでは飛んでなかった。こう行ってこう斜めに振るってこと。めっちゃむずいけどな。こう振る、こっちから斜めに行けることも、角だけでも引っかかったら入ってくるやん。なんかあるんやろな、この画面の上の何か部位が。せっかく出たのにな。あ、またカブト。めっちゃ出るようになったな。気抜いたらめっちゃ出るようになった。抜いたら熱いよ、これ。ちょっと練習しよう。斜めからいけんのか。オッケーオッケーオッケー。気になるな。まだ見えてないでしょ、カブトからしたら。うん、カブトからしたら。あ、全然気に当たってる。あ、またおった。練習しよう、練習。あ、でもその位置から。うわ、上にもおる。もうバンバンです。ここでええやん。すごいな。こんな変わるもんなんや。この位置。で、どうなる？そのクワに引っかかるんじゃない。ほら、見事。その位置か。カブトは逃げやすいかもしれんな。これもじゃあ逃がしたら交代しますか。はいはいはい。あれ、あれ立ち位置が悪い。難しいね。ちょっとコツつかまないと。ここで練習しとかんと。この場合右から回り込んで入る方がいいのかもしれない。葉っぱのこの2、3で出てるから、はあ、2の方から入って。すごいな。こうしなってるし、急に幹も。これはまだかかってないな。これは行き過ぎてんのか。微妙な、絶妙な角度でここは行ってない。いや、もうでもかかってると思うけどな。これはあかんな。何の意味もない。あ、今の良さそう。今ぐらい、今の筋この辺かな。気抜いたら全然違うな、出現率。ほんまやな。出た。あ、2、3やからこっちか。練習の成果見せてやれ。あんだけ練習してたやん。あんだけ練習してたのに。煽ってたな。もっと力がなかんのか。めっちゃ出るやん。でかい。あんだけ兜が。むずいよ、むずいよ。近づきすぎると逃げますからね。おお、見事。うん、逃がしていい。新種を一回押さえてたらもうこれ気楽にできるから。魚の新種でもなかなかない。川の方がいいかもよ。魚の新種狙うならもう池とか海結構やったから。開けますよ。うわっ、新種や。あれ違う、取った。乗ってなさそうやけどな。寄贈してないんじゃん。もしそれで寄贈してなかったらもう新種とみなします。頼む。してるか。もう食おう、鍋にして。おみや多分。あ、もう気に当ててもいけるぐらいか。いや、おみやの場合はもう。あ、そうなん。向こうから入ってきてんの。アホやな。飛んでいにいる。レアなやつは、もうカブトな。あんだけ嬉しかったカブトがもう嫌なってきてる。カブト変えてなってるな。いやいやね。ミヤマどこまで近づけるのか一回試してみて。あ、意外と。なんだ。何？法則がわからん。いや、ミヤマじゃないっていうのは。いや、絶対ミヤマ。光ってた？え、光らんパターンのミヤマ。ヤシだけにしたとて。全然なんか珍しいのが出なければこれ新種ゲットにはなりませんよ、これは。まあでもその効率は上がってるよ。おーっとー、あれや、あれや。どっちどっち。上これ。そんなわけないよ。
上上ゆっくりよ。あれはあれや、これは取られへんぞ。与那国さんや、これ久々に見た。与那国さん持ってる。さっきの俺のやり方でいいの、斜め上から分からん。じゃあそれでこれとにかく静かに打って、これはレア中のレアほどではないはずで。確かに逃げへんもん。もう行く、もう逃げる、そろそろ。あー痛恨。あーやってもうたー。やってしまった。痛恨です。やってしまったよ。左に飛んでいった。あーでかかった今、絶対珍しいやつ。与那国さんは珍しいよ。最悪。もっと持ってるか見てみよう。持ってない持ってない。うわー最悪です。この辺のどっかに埋まるやつやな。あここかな。新種やったのに。あ全然セミもまだないな。かすかやな。まあでもまあ巡回してれば何かに当たるか。虫を蹴散らしながら巡回。虫おらんか。なんか魚いっぱいおんねんけどな。魚も結構持ってるからな。まあ川まだ。何がおらん、何がおらんやん。川もう結構揃ってんで、うん、あここも川か。まあその辺、はい、この辺から海やな。釣りよりは虫の方が。もう練習しとこう。もうシュッと飛んで、シュッ。ああこれで取れた。そうそうです。失敗したからね。あもうあのなんか普通のやつ。その緊張状態でいかに位置を保てるかやな。ベストポジションの。来た来た来た。おっしゃおっしゃおっしゃ。真横行くわ。これはいける。もう斜めとかやめるな。もう怖いから、うん、もう好きなように頼みます。これゲットしたらもう新種1安心して終わり。かぶらん、枝当たらん。わかりませんよ。いけるでしょそこは。ここいけるか、うん、もう一歩行く。行き過ぎ。え、たどくか。分からん。気に当たるからあんまり近い。しゃよし。しゃ。来た来た来た。これで。与那国さん。とにかくこれは珍しい。これはまずまずちゃうかな。まずまず。うん。逃がす。逃がしてまいそう。これも入れ替えときましょう。とにかく新種1なんて。しゃ。これでもう1新種来たらもう。まず新種の目的は達成ということで。はい。でもう一新種。え？これはいや今逃がそうとしてんけど。これも交代。あいやいやそれもうそれはさっき言うことでしょ。ね、これもやりたいんですか。そら、うん。今のだから与那国さんは次もしこれ以上新種となった時のキープ新種として、うん。キープ新種としてところに入れとくっていうのもありですね。そう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 。キープ新種システムが今回から。だからまああんだけやっぱ新種収めた回あれ消せませんか。今からニョロニョロはもう全部取ったんやな、うん、もう魚にめくれんと。カブトムシ1本。もしおらんな。何これ。あ魚が重なってんのか。ずっと重なってんだそこの魚。なんかさっきより勢いなくなってきたな。逃がします。これ普通やろ。あ、取っちゃった。山でしょ。ちょっとね、ちょっと私も分かるようになってきましたね、だんだん。いやもう多分その珍しいやつ今のぐらい近寄ったらもう逃げますもんね。そうやねんな。逃げるのはノコギリか深山。珍しいの来た時に今までの常識が通用しなくなるんですよ。そうそうそう。取り方が。そ, うなそれどうすればいいの。練習の意味なの。練習の意味ないよ。毎回これがもう珍しいやつやと思う。ヘラクレスやと思って緊張しながら。めちゃめちゃカブトムシ出るな。見やすべき虫がいるかどうか。花とかね。それめんどいねんな。実食べて木を切って、うん、
根っこごと抜いたら木なくなるんで、うんうん、そうすれば花も爪もっとポケットに積むことはできますけどね。あ、木をもうポケットに入れずにバーッと走って花散らすのはどう？できる。あれ、この島の花強い強いと。いや、もう一回あのなんとかクワガタみたいなさえ出てきてくれたらええねんけどな、虹色。おっと来た。お、今言ったよ。来た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 。これは星さん、日本今までの常識は全く通用しない星さんか。スケールの違うクワガタ来ました。よっしゃ、やっと出た。葉っぱ2枚の斜め後ろから。そう、それは見して。何してんや、もう足うるさいね。足音。え、この逆サイソロリで逃げてたや今。嘘や。いや、そうなんよ。逆にこっちやな、多分むっちゃ遠回りして真後ろから行かなあかんわってコメントでなんか書いてたよ。後ろから行ってくださいって言ってて、確か背中側から。もうだから、お、行けたってなったらもうこれぐらい、これぐらい回って、レクチャーしといて。海岸沿いギリギリ、足ピシャ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 の部分大丈夫か、まあ、この木、この木に今のおったとした たらこの辺で、あ、見けたってなったら、おるおる、もうこれぐらい、画面から一回消して消して、これぐらいな。いや、ほんまにそうだと思う。もうそっちの木のやつ取るやん、それ手前の。ほんまにそれぐらいで、そろりそろりで、そろりそろりしかない。その背後から迫るね。うわ、あれで、もう今までの練習、今割れたよ絶対に。これ練習全く意味ないわ。逃がすなもん、この辺は。うん、あ、上になんか俺が光ってんな。これ逃がすよと、うん、よし、もう発動発動。なんか丸っこいな、黒カラーの。完全に背後からね。うん、もうゆっくりゆっくり。新種やこれ多分。まいっちゃう。よーし、来た。何、うん、これはプラチナコガンネ。きたー、ここ山岡より。プラチナコガネプレゼント。さあ、じゃあ、え、入れ替えたか今。何と入れ替えますか。あ、今びっくりした。カブト一匹いらんね。うん、さあ、よーし、 でしょう。ヤシの実抜いて帰りますか。じゃ あ、そうそう、ヤシの実全伐採して。珍しい、今のはどれぐらいですか。まあって感じじゃない。え、これはこれは、あの、カナブンです。プラチナコガネは、あ、でも取れる時期はめっちゃ少ないな。7、8月の深夜だけ。星はこれ星書いてないな。まあ、プラチナコガネ持っとるから、こっちは。そうか。いや、でも逃がさんでいいよ。あ、ちゃんと、えらいな、植えないとね。えらいな、現状回復して。植えていかないと。俺帰る自宅してるの。いやいや、ヤシ持てないんで結局。あ、そういうことか。はい、島のこと考えてじゃなくて。いや、島のこと考えてよ。でも同じとこ植えてるもちろん。あ、穴が開いてるからね。そうそう。え、それこの辺ばっかり植えてもいいけどさ、世話になったから。まあでも、もうオーセンチコガネがいますからね。んで、これヘラクレスなんてもうマジで出えへんやな。結構今はやってるけど一回も出てないの。その鬼なんとかも絶対逃がすやろな、初めて見た時。出たことあんのかな、画面に映ったことあんのかな。ないと思うな、この末広がる局場の画面に一瞬でもヘラクレスを浮かぶと。意識してなかったけどあるかもしれんのか。いや、コメントとかであったはずやで、それやったら。ないってこと、まだないよ。出たことすらないってこと。あのチラ見もない。あのクワガタめっちゃ逃げんの早かったな。あれで星3って言ってた。虹色星3。今コガネと一緒よ。よし、もうすっぽんとかもう逃がしますよ、これ。この辺も、うん、あ、クワガタだった。よし、これで帰って植えて。お待たせ。よし、見てくれてた。見てくれてるやろ、ヘラクレスまでの道のり。やっぱこれやっぱ伝説ですよね。これは。よし、
ここの海岸にするか、こう横に植えてる方が見やすいでしょ。移動線でいいような。下さえ回り込めればいいってことね。横もよ、横敏感やもん、あいつら。他の木をどうするかやな。結局だからあっちを逃がしに行く作業せなあかんってことやろ。そうやね。俺伐採してみちゃう。全抜きにするか、他の木は。一旦どっかに保管できるなら。置いとけるんやったっけ、家に。無理やったっけ。今持ってる木、あーこれやっぱ近い木すんな。逃げたもんな、これさっき。全部奥にやる。じゃあでいいんかな。うん、さっき逃げたもんな。だってあんなに敏感とはな。ヤシの木がもう顔に見えてきたわ。え、どうですか。ちょっと後で言ったるわ。もうやばいな、何か見にないやつ、見にないやつのヤシ見てくれ。ライオンっぽい、ライオンっぽい鼻と口、ほら見えてきた。俺も見えてきた、ほらライオンやな。ライオンの顔に見えてきた。木預けられたらベストやけど、もう全伐採でと思うけど。木だけな、このこういうやつにもつくやろ、花と。まあ理論上は全部伐採やな。花畑壊滅、うん、壊滅、全抜き。花全部抜くか。じゃ木だけ預けれたら。いや無理ちゃうかな、それを。ああもう無理や。じゃあさあ、じゃあまあ、はい、預けて、はい、寄贈した。はい、2つ今回は兜とプラチナを寄贈して終わり。そうっす。だ、先週分と今週分と。そうそうそう。柳木さんはいつか。なんか冷めるな、キープ新種とか。でも今まではもう新種新種、ああ収めろ収めろ、うん、でも。いやまあキープ新種で。やめようや、キープ新種なんか。なんか情けないわ。なや、キープ新種って。キープ新種ってないねん。じゃあもう、寄贈の。情けないよ。もう寄贈のとこ行って、任すわ、三島に。キープするかせえへんかは。今日キープあるから、多分その多分頑張る姿見れないんでしょう、ね。緊張感もないから。なんかおるな、ちょっと待って、なんかおるよ。ゆっくりゆっくり。なんかちょっと見えへんな。でかいな。オオクワガタの可能性あり。オオクワガタや、間違いなく。でかいもん。きた、きた、よし。うわー、オオクワガタを捕まえた。今なんだかんだ、なんだかんだ。いや、川出さんの目すごいねんな。前世鳥やったんちゃいますか。虫。これがだから鷹とか、1回前分。はいはいはい。でこれが、うん、今回、うん、で行かしてもらいます。キープしてるやん。あんだけダサいとかなんか申し訳ないとか言っといて、すいません。キープ新種システムは、キープ新種システムはちょっとやらせてください。虚無理でもええやん、ハハハでやらせてもらいます。というわけでございまして、こたびはこれまで。おっ、おっ、はい、おっ。